運転席のシートベルトがちぎれ、体が車外へ放り出されました。一体どれほどの衝撃を弟は受けたのだろうかと。今月14日、カメラの前で悲痛な思いを語る女性。弟を亡くした遺族が交通事故の刑事処分をめぐり納得できないとして起訴内容の変更を訴えました。事故は去年2月の夜、大分市里の通称40メートル道路の交差点で発生しました。起訴状などによると、当時19歳の男性の乗用車が右折してきた車と衝突、運転していた小柳健さんが死亡しました。その後の捜査で、男性の車は法定速度の3倍以上にもなる時速194キロで走行していたことが判明。警察は進行が制御困難な高速度で運転した危険運転致死の疑いで男性を書類送検しました。しかし、なぜ危険運転致死罪を適用してももらえないのかと悔しさと怒りで夜も眠れない日が続きました。大分地検は先月、最長で懲役20年となる危険運転致死罪の適用を見送り、懲役7年以下の過失運転致死の罪で起訴しました。この理由について大分地検の加藤良一次席検事は、法と証拠に照らして起訴するに至らなかったとしています。なんか想像してたのもっと小さい交差点かなと思ってたけど、全然大きいんだね。こんなので、今月6日、事故現場を訪れた井上康隆さんと郁美さん。交通事故防止に向け全国で活動しています。2人は23年前、東名高速道を走行中に飲酒運転の大型トラックに追突され、当時3歳と1歳の子供を亡くしました。ドライバーは懲役4年の実刑が確定。これを契機に危険な運転を処罰する新たな危険運転致死傷罪が制定されました。ついうっかり194キロも出す人はいませんね。ドライバーたちは別にその悪意があって人を死なせてしまうわけではないから、過失にしか問われないのかっていうのは、私たちの事故の23年前に呈していた疑問と全く同じことになっちゃうわけですね。一方で、危険運転をめぐる複数の裁判を担当した弁護士は、適用要件となる進行を制御することが困難な高速度について問題点を指摘します。道路の形状に従って走れる速度かどうかというところが、まあ要件化されているので、急に飛び出してきた人とか、まあ、あの道路脇に止まっている車とか、これを避けられるかどうかというのは、この制御困難な高速度かどうかという判断材料にはならないんです。今回のケースに当てはめると、時速194キロではあったものの、直線道路という形状に従い車を制御していたという判断になったと高橋弁護士は分析しています。しかし、時速194キロは1秒で50メートル以上進む計算。映像を加工してその速度を再現します。まずは事故現場を時速60キロで走行したもの。一方、こちらは60キロの速度をおよそ3倍速に加工したものです。両者を比較すると、気がつけば194キロの車が迫ってきます。さらに事故が発生した夜間になると、暗くて視界も悪く、車との距離感を見誤る危険が高まります。こうした異常な速度であっても危険運転に問えない現在の曖昧な法解釈について、社会全体で議論を進めるべきだと高橋弁護士は話します。最近ですと、やっぱりその煽り運転での事故というのが急に重くなったという経緯もありますので、今回のように194キロも出して過失運転って危険運転してないのおかしくないかという、やっぱり世論が高まっていけば、新しい法律によって解決すべきところかなとは
思います。捜査関係者によると、男性は何キロまで出るか試したかったと供述。今回のような悪質な事故を正当に刑事処分し、将来にわたって防ぐ法律の在り方が今問われています。